スイスでは日本の伝統文化が根付いているという。街行く人に聞いてみた。折り紙や折り紙、折り紙、折り紙よ、とっても有名よ。子供たちと一緒によく作るわ。スイスで折り紙ブームか。さらに街角では、あ、なんだこれ、コイ、これこれはコインの形をしているけれど、よく見ると折り紙だ。時計店のショーウィンドウにずらりと並んでいる200万円以上する腕時計の上にもコインの折り紙。一体なぜ？折り紙は歴史もあるし手作りでしょ、うん、この店に置いてある時計も歴史があって手作りだから一緒に飾ったのよ。さらに天才と呼ばれる人が登場する地元のテレビ番組で折り紙の天才として紹介されている人物がいた。シッコンマボだ。彼の作品がこちら、カマキリって、これ折り紙。雑誌や新聞に折り紙に取り憑かれた男として取り上げられている世界的折り紙芸術家。早速彼の元へ。一体どんな人なのか。あ、折り紙、マモナさんのアトリエはこちらですね、きっと。いざ直撃。はじめまして、マモナさんですか。はい、そうです。どうもよろしくお願いします。どうぞ。大学生にして折り紙芸術家のしっぽまぼな、29歳。うわー、これすごいっすね。まずその目に飛び込んできたのは数えきれないほどの作品と、その中に先ほどのカマキリ発見。失礼して手に取らせてもらうと、そのリアルさにびっくり。精密です。これ目はあるでしょ。これなんて言うんだろう、口元でしょ。先っちょもちゃんとほらこう割れてんすよね、ここがね。あとびっくりするのが、裏返しにするとほらちゃんとこのカマキリのお尻の部分ですよね。このカマキリはだいたい10時間くらいかかったかな。10時間。折り紙を作るにはそれぐらい当たり前、コツコツ丁寧に。でもってこちらは8時間の作品。これはフグ。すごい。フグ。すると、びっくりしたろ。息を吹き込むと膨らむフグ。伸縮性のある筒を以前に作っていて、それを応用してフグを作ったんだ。このフグはスイスで大評判となり、なんと国営の博物館に本物のフグと一緒に飾られているほど。ボタンを押せばもちろん膨らむように展示されている。今回の取材の打ち合わせ中、何やらマボダはスタッフが渡した名刺で折り紙、なんとなく手が動いちゃって。さらに移動中、車の中でも折り紙、さらにさらに電車の中でも折り紙。どんな時でも紙を取り出してはすぐに折る。揺れている電車の中、20分ほどかけて作ったのはツバメだ。まあまあの出来だね。マブナはこれらの作品を切ったり貼ったりすることはなく、折り鶴のように1枚の紙で制作するの。それは彼のこだわり。折り紙はたった1枚の紙から無限の可能性が生まれるんだ。発想と努力があれば作れないものはないはず。僕は折り紙に挑戦し続けるよ。さすが完璧を求めてのマボナ。平安時代の貴族が紙を折って贈り物を美しく包装していたのが起源と言われる折り紙。江戸時代に折ることで様々な形を作り上げる娯楽として発展した。細やかな手先の動きが必要な日本独自の文化。日本のスポーツメーカーアシックスがシンボルでもある虎などの制作を日本人ではなくマボナに依頼した。作品は CM に使われ世界中で放映されている。
マボナの芸術性は国境を越えて評価されているのだ。そしてまたこの夏に開催された世界陸上に合わせドイツベルリンで行われたイベントでもマボナの作品が折り紙ラウンジと名付けられた部屋にあふれんばかりに飾られ訪れる人々を喜ばせた。まさに世界に認められた折り紙芸術家マボナ。しかしこれらの作品一体どのように制作しているのか。うわでかっ。取り出したのはなんとも大きな紙だ。まさかこれ一枚じゃないですか。これ切って使うんですよ。うん、これ一枚で作るんだよ。一般的なものと比べるとその大きさはなんとおよそ54倍。110センチ四方の茶色の紙、これで何を作るのかはできた時のお楽しみ。すごい丁寧きっちりと折っていくマボナ、その真剣な眼差し。早送りで見てみると折っては広げ折っては広げの作業を繰り返している。これは一体どういうことなのか。そして3時間経過、ここまでできた。特大の紙に無数の折り目が。実はこの折り目はいわば作品の設計図。3時間かけおよそ800折りした結果ガイドが出来上がったわけだが、ここから完成までどれくらいかかるのか。5時間くらいかかるかな。そう言うと彼は休む間もなく取り掛かった。2次元から3次元へ平面が立体的に。作業は慎重に進められていくが、まだまだ時間がかかりそうなので、ここで彼のプロフィールを紹介。マボナはもともと小さい頃から紙飛行機が大好きだった。紙飛行機を作ってはより遠くへ飛ばすことに夢中になっていたという。20歳の時に好きが高じて本格的に折り紙を始め、それから9年、作品は1万点以上に上る。そんなマボナ作品の値段はいかほどなのか、ベスト3を発表。第3位はイナゴ、そのお値段30万円。完成まで5時間を要し、羽の薄さを見事に再現。第2位は山陽虫、そのお値段40万円。2000折りの大半はこの30本もの足に費やされたという。そして第1位は、今まで作った中で最高傑作がこれさ。現れたのは羊の頭、なんとお値段100万円。防水加工などが施された強度のある特殊な紙を使用しているため、材料費だけで数十万円。またその紙はかなり硬いので制作には2週間要したそうだ。さて作業開始から間もなく7時間が経過。作品は、お、なんとなく形になってきた。外に飛び出している細長いもの、これは何かの足になると教えてくれたが、それにしても本当に一枚の紙で作られているのか。その部分を見せてもらうと、確かに若く織り込まれアコーディオンのように広がるではないか。なるほど。そして待ちに待ったその瞬間が訪れる。8時間かけて出来上がったのは巨大カブトムシ。全長37センチ、高さ13センチ、まさにジャイアントザカブトムシである。総工程なんとおよそ2500折り。細部にまでこだわりが感じられる。角もしっかり2つに分かれ、足の爪も本物そっくり。足の爪です。さすが折り紙芸術家マボナの作品だ。すごい。最後にマボナは折り紙への思いを語ってくれた。
僕が折り続けることで折り紙がもっと芸術として認めてもらえるようになったらいいな。そしたら若い人たちにもいろいろなものに可能性が潜んでるって気づいてもらえると思うんだ。地元じゃ生かした日本通を探せ。日本通オールスターズ2時間スペシャル。さあ始まりました。いいんだよね。季節1年、ようやくあのミニミニコーナーが、これで2時間。あのミニミニコーナーにしてはちょっとスタジオでかくね。そうなんですよ。普通のオーナーが暗くて見えませんから。このねスタジオにもあのね、実はあのカブトムシいたんですよ。取っちゃっていいんですね。取っちゃって結構です。でも気をつけてください。これ30万ですよ。やって。これ一枚の紙からできてんのこれ。切ったり貼ったりが一切ないです。してないんだもんね。裏もね、割にリアル。これほら、めちゃくちゃ重なってる、これ折り目が。うわ、気持ち悪い。さらにフラン。